グローブヒルはアメリカ合衆国アラバマ州クラーク郡に位置している町である。2000年の統計によると総人口は1438人である。グローブヒルはクラーク郡の郡庁所在地である。グローブヒルは北緯31度42分22.093秒、整形87度46分27.386秒に位置している。 アメリカが州国統計局によると、この町は総面積1 2 9ートルである。このうち1 2 9ートルが陸地であり、水域は存在しない。2000年の国勢調査で、この町は人口1438人、582世帯及び387家族が暮らしている。人口密度は1 1 1 7ートルである。 53.1、経 53. 平方メートルの平均的な密度に684件の住宅が建っている。この町の人種的な構成は、白人61.96%、アフリカン・アメリカン37.27%、先住民0.21%、アジア0.00%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.21%、及び、 根結0.35%である。人口の0.35%はヒスパニック、またはラテン系である。582世帯のうち27.5%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、46.9%は夫婦で生活している。17.4%は未婚の女性が世帯種であり、33.5%は 家族以外の住人と同居している。32.1%は独身の居住者が住んでおり、17.7%は65歳以上で、独居である。一世帯の平均人数は2.35人であり、家庭の場合は2.99人である。この町内の住民は23.2%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が9.9%、25歳以上44歳以下が25.8%、45歳以上64歳以下が23.2%、および65歳以上が18.0%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は91.0人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.6人で、ある。この町の世帯ごとの平均的な収入は31,012米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,833米ドルである。男性は35,481米ドルに、対して女性は24,38米ドルの平均的な収入がある。 この町の一人あたりの収入は16,459米ドルである。人口の18.5%及び家族の13.4%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の23.3%及び65歳以上の26.7%は貧困線以下の生活を送っている。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。